こいつは何だ。ボイラー、このドレッジという人物の介入は命取りになる。取引所をうろついて銀行についてあれこれ質問していたぞ。彼が私の計画を見抜けば、お前は失業よりひどい結末を迎えるだろう。証明プルータス。このプルータスはスターリックの部下か。ドレッジってやつから追えそうだな。外に出るのはいいけど、現代医療を破壊したりしないでね。ロンドンの交通網もダメよ。なんだよそれ。街が機能しなければ市民の生活が脅かされる。ルーシー・ソーンを取り逃がしたのは俺じゃないぜ。その失態ならすぐに埋め合わせるわ。手紙、俺に。一部くれ。ああどうぞ。旦那、いいか、くだらん善行などはやめて、ロンドンのために必要な問題に集中しろ。熱心な努力と皆を成功へ導く指導力が必要だ。実業界の大物たちが世界を繁栄させるのだ。なんだよ。弱き愚か者め、仕事につけ。大した警備を雇ってるな。だが誰を雇っても無駄だ。隣の金庫室に入った方はいますか？
think now is the time, but I do believe it's best I was elsewhere. No.元気か？誰がいつでも喧嘩できる。あとは。Oh!
者め逮捕させてやるぞ。ゆっくり行け。離れていくぞ。よしよし、ゆっくり。さあ進め。減速だ。悪あがきはやめ。ジェイコブ、俺だ、フレデリック・アバーライン。フレディ、巡査部長、潜入捜査だ。イングランド銀行で強盗があるぞ、間違いない。強盗なんか無理だろ。署では冗談だと思われた。金が盗まれてからでは遅いのに。黒幕は？機密事項だ。おお、頼むよフレディ、力になるぜ。見出しを想像してみろ。強盗を現行犯逮捕、アバーラインは正しかった。まあ少し教えてやろう。四半期ごとに銀行の支店に強盗が入る。いつも違う支店だ。その強盗団の裏にいるのはコッヘムの証人だ。ありがとうフレディ。巡査部長だ。おい、あ、お前を見張っているからな。